最初、宇宙はカオスでした。エネルギーと物質の渦巻く塊であり、その動きにはリズムも理由もありません。しかし、時が経つにつれ、奇妙なことが起こり始めました。宇宙の構造そのものを定義するパターンが現れました。それは宇宙幾何学と呼ばれ、星や惑星の動きを支配する形やパターンの美しく複雑なシステムでした。その中心にあるのは単純な原則でした。宇宙のすべてはつながっており、それらのつながりは幾何学の言語を通して理解することができました。何世紀にもわたって、天文学者や数学者は宇宙幾何学の原理を研究し、その秘密を解き明かし、それを使って天の動きを予測してきました。彼らは、円と玉、線と角度で満たされた複雑なモデルを作成し、宇宙のパターンをマッピングすることを可能にしました。しかし、彼らが宇宙幾何学の謎を深く掘り下げていくにつれ、宇宙幾何学には単なる数学的パターン以上のものがあることに気づき始めました。形や記号の背後には、より深く、より深い意味がありました。アンナ博士という名前の科学者は、キャリア全体を宇宙幾何学の研究に費やしていました。彼女は宇宙を理解することに専念し、宇宙の秘密を解き明かす鍵を握る秘密のコードが幾何学にあると信じるようになりました。ある夜、彼女が研究室で遅くまで働いていた時、アンナ博士は画期的な発見をしました。彼女は未知の形、これまで見たことのない複雑な多面体を発見しました。それは美しく、複雑なパターンと無限に広がるような対称性を備えていました。アンナ博士は形を研究するにつれて、宇宙との奇妙なつながりを感じ始めました。彼女は宇宙のより深く、より深遠な理解、単なる数学を超えたレベルの洞察を利用しているように感じました。その後数年間、アンナ博士は多面体の秘密を解き明かすことに専念しました。彼女はその複雑なパターンをマッピングし、その対称性を研究し、最終的に彼女が探し求めていたものを発見しました。宇宙幾何学の力を利用して時空を旅する方法です。彼女の発見により、アンナ博士は科学界の伝説となりました。彼女は宇宙最大の謎の一つを解き明かし、彼女の研究は全く新しい探検と発見の時代を切り開きました。アンナ博士は、星々を眺めていると、宇宙幾何学が提供するものの表面をなぞり始めたばかりであることに気づきました。明らかにすべき謎はまだ無数にあり、すべてを解き明かすまで探し続けることを決意した。